兵庫県の元西播磨県民局長が作成した文書をめぐる問題で、県議会が設置を決めた百条委員会の初会合が今日開かれました。この問題は、知事のパワハラ疑惑などを訴える文書を作成し、配布したとして、元西播磨県民局長の男性職員が停職3ヶ月の懲戒処分になったもので、県議会は昨日、文書の事実関係を確認するため、より強い調査権を持つ百条委員会の設置を賛成多数で可決しました。これを受け、今日百条委員会の初会合が開かれ、委員に選ばれた各会派の議員15人が出席しました。今日の初会合では、政府委員長が選出されたほか、真相究明に向けた今後の調査方法について議論されました。県の職員の意見を聞くということで の県職員アンケートというのは非常に有効かなというふうに思っています。知事課の行った調査の結果の情報というのはやっぱり共有してですね、中身を確認していく必要があるのかなというふうに思いますので、改めてこの資料を請求していただきたいなと。あと、告発文そのものもですね、正式な形ではいただいておりませんので、そこの回復も含めてお願いします。信頼をいち早く回復させるために真相解明に全力を当たっていくと、論点整理をして呼ぶべき証人を皆さんの委員の皆さんのご意見も聞きながら絞っていってですね、できるだけ負担のない形で進めればいいなとは思ってます。やはり恣意的な運用にならないのかという懸念があります。ですから今回の委員会の運営についてですね、公平公正に運営されていくようにしっかりと補佐をしていきたいと思います。百条委員会の第2回の会合は今月27日に開かれ、今後承認を呼ぶ基準などのルールが決められた後、7月以降に本格的な議論が交わされる予定です。ご